屋さんは弘法大師の開山以来千年の間仏教の聖地として女人禁制であった。明治5年3月政府はこの禁を解いた。政府は高野一千年の掟を一辺の布告で破棄しようというのです。政府はお山に集まる信仰の力が煙たいのです。お山を汚し信仰に水を差そうというのです。ご老子は荒野の大先達です。ご老子さえ一言反対だと言われれば一段を上げて、いや全国の信者を結集して反対することができます。実のところわしにはこの問題に口を出す資格はないのじゃがな。ご老子、なぜです？それはなぜでございますか？いや恥ずかしい話だが、わしは昔あるおなごに迷うたことがある。この年になってもまだ時々そのおなごが夢に出てきてな。その身があくまで荒野は女人禁制でなくてはならぬなどとは恥ずかしゅうて言えぬ。どうじゃな、総長が一世一代の懺悔話、それを聞いた上でこのわしに反対する資格があるかどうか、みんなで考えてくれぬか。わしが24の夏だった。飛騨の高山から信濃の国境を山越えに善光寺へ回るつもりでな、朝から三里の道を歩いて水一杯飲ませてもらううちがなかった。あの娘にはちゃんとくれるものはくれて話はついてたんだ。泣いたりわめいたりはそうしなきゃ格好がつかねえからよ。なんだいクソ坊主、南無大師編集今後か。ああ、なるほど、女人禁制の高野さんだな。しかし世の中には裏ってものがあら、まさかおめえもその年で女を知らねえってわけねえだろう。それとも世の中には女はできねえって相場が決まってすっぺら坊主になったのか。水上美、生きてる楽しみは一体何だ。バチ当たりとは金輪際口も利かねえって面してやがる。勝手にしやがれ。Thank you.
大将、傘の上にポトリと何か落ちてきた。梅雨にしては手応えがありすぎる気がしたが、深く気にも留めなかったが、またポトリ。ごめんください。何かご用でございますか？私は山越えに信濃へ出るものですが、宿屋のあるところまではまだどのくらいございましょうか？八里です。八里、そこまでに泊めてくださるようなお家はないのでございますか？三里ほど下りますと炭を焼く小屋がございます。そこでしたら多分泊めてくれましょう。お願いでございます。この先班長行けば宿屋があると聞かされました。もう歩けません。どうか苗の炭でも結構でございますか？そんなにお困りでしたらお止めしないこともございません。ご承でございます。でも一つだけお断りしておきたいことがございます。それは？この深い山奥では世の常の暮らし向きとはいろいろ違うことがたくさんございます。不思議に思うこと、気になることがあっても何事もお尋ねにならないとお約束してくださいますか？はい、それは決して詮議がましいまではいたしません。ではどうぞ。
本の水は源が大きな滝でございます。この山を旅するお方は皆大風のような音をどこかでお聞きになります。お坊様は？私は山おろしかと思いました。さようでございましょう。10年ほど前、その滝が荒れて恐ろしい大水がございました。こんな高いところまで川の底になりましてね。この石はその時流れてきたのでございます。滝の上は沼になっております。あちらにお湯の湧いているところがあります。お湯か？こんなところではたった一つのおもてなしでございます。流れ込んでちょうどいいお湯加減でございます。お入りなさいね。はい。まあそんなお行儀のいいことではダメでございますよ。それそれ、お袖が濡れるじゃありませんか。すっぽりと裸になって私が流してあげますから。いえ、それはまあ、昼に痛みますか？いえ、今はもうお湯が死んでいい気持ちです。昼の傷にはこのお湯が一番よく効くのです。明日の朝になったらそりゃもうそのように治っていますよ。昔から飛騨の山奥では昼は怖いと申します。あの森のことです。牛や馬さえ吸い殺されるのです。お坊様は抜け道をご存じなかったから。さあこちらお向きなさいませ。私はよく汗をかくので、毎日ここへ二度も三度も来て体を洗いますが、もし人が見たら何と言いましょう？白桃の花だと思います。何をするの？お帰り。どうなされました？お客様がいらっしゃるじゃないか。お帰り。すいませんね、気味の悪い思いをさせて。いえ。与平次、来
来てくれたのかい。ええ、おいでなさいまし。道に難儀してご厄介になっております。それはそれは。お坊様、どうぞ上がりなさい。私はちょっとじいやと用を片付けてきますから。はい。お嬢様。なんだね。お坊様を相手になさることだけは、阿弥陀様がついておいででございますよ。あ、こりゃあいい牛だ。働き盛りだよ。それじゃあお嬢様、すぐ連れてまいりますが。うん。お坊様、ここへ来る途中誰かにお会いになりませんでしたか。はい、そういえば富山の薬売りが私より一足先に。そうでしたか。ここへ参りませんでしたか。32、3の元気のいい男でしたが。いいえ。どうしたのでしょう。もしかしたらあの山昼に。さあ、気にしてんな。メルトシオルド。お嬢様、お嬢様、お嬢様、こいつこう動くのは嫌だと言いますぜ。バカだね。与平次、ご飯をかけてきたから見てきておくれ。方は一体どういうお方でございますか。こんな山奥にお住まいになる方とも見えませんが。お坊様、何も聞かないという約束をなさらなんだかな。はい。何にしても今夜はお嬢様のお袖にすがるより他ないお前様じゃ。やれやれ、やっと牛が納得したそうな。いいだろ。さあ、おとなしくなったから連れてっておくれ。えい、帰れ、帰れ。どうでしょう、あの罪のない様子は。食べて寝て極楽かもしれませんね。でもお世話をなさるお嬢様が大変でございましょう。お嬢様だ。でもじいやさんがそのように。あれは小さい時から呼び慣れているものですから。こんな立派な夫がいますよ。手がかかるだけで何でも言うことを聞いてくれますから、いっそ私は幸せなのでしょうね。そうでしたか。この方が。寝ようや、寝よう。はいはい、寝んでしましょうね。
その時までわしはいたずら心が少しも起こらなかった。いや本当じゃ、岩風呂の中で肌が触れ合った時も困りはしたが、そういう意味では自信があった。ところがじゃ、白痴が女の夫と知った途端にわしは、これでもう夜が明けるまで叩き殺されても起きるものではございません。でも私は今夜はまだ眠れそうもあります。諸国行脚の何か面白いお話でもお聞かせくださいまし。どうなさいました？私のような者がおそばによってはお心が汚れますか？そんな、決してそんな。荒野のお山には不動坂の上に女人堂があって、女はそこより上は登れぬと聞いております。どうしてそんなに女を？お大師様もお母様のお父で育った方でございましょうに。女の身ほど悲しいものはございません。この山奥にあのような夫と暮らす身と、我と我が身に言い聞かせてだんだん年を取っていきます。あなたのようなお方なら里へ出ていくらも幸せな日を送れましょうに。あの人をここへ捨てておいて、何度そう思ったか分かりません。やはり女は罪深いものでしょうか？時にはいっそこの身を地獄の火に焼かれたいと。お願いでございます。今夜はどうか納屋にお泊めくださいまし。私は眠れなかった。あの女の顔が目の前にちらつき、いたずら心がうずくのじゃ。
坊さん、いいところに来てくれたよ。お前さんはどうしてそんな。静かにしてくれ、あっちの奴らに聞こえるから。とにかくこれ解いてくれよ坊さん。な、頼む坊さん。おい、切るぞ坊さん。いつまで俺の顔を見てんだ。早くしねえかい。人を助けるのが坊さんの役目だよ。それじゃあなたは。あの女はな、ああいう亭主を持たされた代わりに大っぴらに旅の男をくわえ込むんだよ。でもどうしてあの人がそんな。うん、この先に見える家が白藤屋敷といって何百年も続いた家柄なんだ。昔は平家の残党のがあったが、十何年も前上の大滝の水が荒れてあの家だけになっちまったんだ。あのはたった一人の跡取りなんだよ。あなたは誰からそれを。牛にされてみんな聞いたんだ。え、あいつら白藤家がこの世で一番尊い血筋だと思ってるから他と交わろうとしねえんだ。だからやっぱり一族のあの女を嫁にもらったんだが、その代わり女は好きなことをしてもいいんだ。だが一人の男に情が移っちゃいけねえってんで、次の旅人が来たら前のやつら牛か馬にされて屋敷でこぎ使われるんだよ。働く力のねえやつはコウモリかガマだ。ほらおめえが来たから、すぐ後からおめえが来たから、ただあの女に触っただけでこんな姿になっちまったんだよ。ほらな、一度でいいからあんな綺麗な女に可愛がってもらってからなら何されても本望だ。それがおめえのために一度もそんな思いをせずによう。この悔しい心を分かってくれるかい。おめえがお経を読むために生まれてきた人間だな。ほら、女のために生まれてきた人間だ。その俺が、その俺が、おめえだってあの女には心を動かしたはずだぜ。おい、今日はあいつら年に一度の先祖の祭りやったかんだ。この隙によ、この隙によ、早く早くしてくれ。早くしてくれ、早く早く早くしてくれよ。いるのか、スケボーズ。人を助けるのが坊主の役目じゃねえか。クソ坊主。こう得さしめたまに、地に満たさせたまに。
次の男がやってきたらしいぜ。旅人がよ。今昼の森へ一人入ってきたよ。この体じゃ力仕事は無理だから坊主はコウモリかねガマかね。次の男が来たからな。お願いでございます。トト、私を助けてください。トト、ここから逃げることはできませんでしたね。私はもうどんなことでもいたします。ですから私のためにです。はい、だからお願いします。旅の男がここへ来るというのは本当でございましょうか。本当ですか。お願いです、助けてください。お願いします。あなた、もう何もかもご存知のようだけど、自分が助かりたかったらこれで、これで旅の男を、私のためになら何でもすると言ったじゃありませんか。さあ、お坊様、このなたで。いくらでもあるんだ。あるんだ。でもおふくろの死に目に会えたらお上に名乗って出るつもりだ。本当だぜ。お坊さんのくせに人を殺して金を取るとはなんていう人だ。
けてくれよ。お財布ならいくらでも出すぜ。なあお坊さん。はいはい。旅の人は私の術を首にかけて、いや、ぶら入れてやりました。泣きになります。私は畜生の心になりました。御仏に仕える身でありながら、体が畜生にされても仕方のないことです。どうぞどうぞ、ここの掟の通りにあなたのお前のままにしてください。それで今あなたの美しさで迷ったからです。私は女人禁制は荒野千年の戒めです。それを心の中で破った私は、どんな仏罰でも受けねばなりません。私という人間はあなたに会ってから変わってしまったんです。お願いです、どうぞ。こんな山奥に姉さんみてえな女がいるた。夢じゃねえかね。そんなに人の顔ばっかり見てよ。誰も見てやしねえ。姉さん、俺と一緒に入らねえかね。乱説法じゃ図波さ七分のあり十尿説噴も在。お嬢様、こいつも素晴らしい体をしてますよ。
どうして白藤一族の掟を守らん。私立を知った坊主、どうしていつまであのままにしておく。そなたには夫がある。もてがそんでも他の男にうつつを抜かすことは夢許されんぞ。どうして返上せんのじゃ。じいさん、怒んなや。怒んなや。ていたんです。はい。必ずこういう時が来ると私覚悟はしておりました。思えば私も随分恐ろしい罪を犯してきました。でもあなたが変わったように私も変わったのです。あなたにお会いしてから私は魔性を捨てました。あなただけには、あなたのお体には指一本触れることができませんでした。あなたは他の男と同じように思うことはできません。でも私は男の方を好きになってはいけないのです。許されないんです。白藤一族の掟のために。そんなことが。いいえ、白藤屋敷の祭壇には600年の間一度も消えたことのないお灯明が燃え続けています。その明かりを消さないため私は子供を産まねばなりません。あの夫の。それではもうご家来様の心はあの坊主に移ってるんだな。そうらしい。もしご本家様が言い聞かせても承知なさらんときは。分かってるではないか。我々の手であの坊主を。それでもご家来様が背かれたら、食られたら恐ろしいことになろう。白藤一族の者は誰も自分一人のことは考える。ただこの屋敷のために、あのお灯明のために。それではお嬢様があんまりおかわいそうです。どんな魔性の力を与えられていてもお嬢様はやっぱり女子じゃ。女子なら男に惚れる。それを。おい、よひし。わしはもう見ておられん。坊主は七章までたたると言いますぞ。だからわしはお坊様だけは相手になさんなと申し上げたのだ。でもお嬢様が何ともしようがなかったら、お名古屋もの、それを、まり無慈悲じゃ。よひじ、そんなことがご本家様に聞こえたら。いや、わしはご本家様にお願いしますぞ。お嬢様も、そうじゃ、お嬢様も、お坊様も許してあげてくださいと。
私たちはこれからどうなるんです。私はもうどうなってもいい。どうなってもいい。私があの旅の男を殺してくださいと言ったの、あなたの心を見たかったからです。私はちくるいの心になりました。仏を捨てました。あなたのためにも。嬉しかった。私どんなに嬉しかったか。ご修行中のあなたとこんな私がどうしてお目にかかったのでしょう。お目にかかったからこそこんな喜びが身も心も焼き尽くすようなこんな喜びが。あなたはどこへ行くんです。もう一度ご本家行ってよくお願いしてきます。それじゃあ私も一緒に。ダメです、そんなこと。帰ってご本家をこじらせるだけです。あなたはきっとここへ帰ってくれますね。早く来いよ本家。行こう。何にもわからないのにあの人も心配しておりますわ。命さえ助かったら後のことは。あなたは必ずお助けします。あなた、でもいずれはお別れしなければならないんですね。嫌だ、私は嫌だ。お嬢様、あなた、私を白桃の花のようだとおっしゃってくださいましたの。そのおこと、決して忘れません。帰ってきてください。いつまでも待っています。きっとですよ、きっとですよ。に参りました。何？あのお坊様をあのまま里に返してあげてください。どうぞあのお坊様だけを。坊主はどこにいる？それを教えたら。切る。
わしは女を待っていたが、女はなかなか帰っては来なんだ。わしは何度も声を上げて女を呼ぼうとした。わしは女の夫のことは忘れていた。わしはな、女のために体も畜生になってもいいと思った。その方が幸せだと思った。一度は畜生の心になったわしじゃ。わしは坊主はどこにいるのじゃ。どこにいる。どうしても切るのですか、あの方。作る人を落とすことをそなたが嫌というならしようもあるまい。それが掟じゃ。その掟がそんなに尊いものですか。何。その掟のためにどれだけたくさんの人が不幸な目にあったでしょう。私もその中で大事な役目をあてがわれてきました。そなたは白藤一家に背くのか。背きたくなりました。私は女に掟に背いてただの女になりたいのです。ただの女になれないのがそなたの定めじゃ。そうでした。私も自分の心を持てない畜類と同じです。でも今はたとえ体はどうなっても女の心を守りたくなりました。私は縛り付けられていた白藤屋敷の掟から逃げたいのです。どんなことしてもきっと逃げてみせます。待て。この者はどうするつもりじゃ。どうする。そなたの夫ではないか。この人を見捨てるようなことはいたします。この人は私がそばにいなかったら生きていけない人です。私はこの人も幸せにしてあげたいのです。この白藤一族の掟から解き放して。止まれ。女を縛れ。はっ。白藤屋敷の跡取りもそなたの味方と見えるな。そなたこれからどうする。長い間の掟じゃ。容易なことでは破れまいが、どうするのじゃ。
い、じいさん、行こうや、行こうや。そなたこそ行くんがよいぞ。誰も戻らぬうちは早う行け。ご本家様。なるもんや。Thank you.
白桃の花じゃ。わしにはあの女と見えた。女は命を捨ててわしの煩悩を消してくれたのじゃ。お帰りになりました。そうか。お休みになりますか。先に休むがいい。はい。ご老師様、人間を畜生の姿にするとは信じられぬことでございますが、今のお話は例え話でございましょうか。そう思うものは思うてもよいな。わしにも説明のしようがないが、みんな本当の話じゃ。そうね、お前はわしがいつも人に言うのを聞いていようが、この世にはわからないことの方が多いとな。